とうございます。トムです。本日は千葉県に来てます。これからちょっと沼に行くんですけど、今日の目的は猛禽類ですね。猛禽類見れたらいいなと思ってます。ただちょっと僕猛禽類探すのめちゃめちゃ下手なんで、見れるかどうかわかんないですけど、今日も楽しんで行ってきます。じゃあ行ってきます。
く飛び貝の動き見つけましたね。麻酔です。向こうにちらっと飛ぶのが見えたんで、これでもどんぐらい200メートルぐらい離れてますかね。お昼も回ったんですけど、やっと反対側に着きましたね。ご飯も食べてちょっと回復したので、また、元の場所に向けて戻っていきたいと思います。
大体一周してきました。やらなかったですね。かなりかかったですね、本当に。いやー、でもやっとこう注意とか、ノスリとか猛禽見れてよかったですね。あとは蒸気的にまだちょっと残ってましたね。あと漆子さんだったのはベニマシコいましたね。なかなかよかった、よかった。もう初めて見たんで嬉しかったです。じゃあ帰ります。本日も最後までご視聴ありがとうございました。